るまでにすでに伝えて迎えを受ける空に変えてゆかれて不思議なだけ今日も削られて残ってる列車が道へ向かってるあれに乗りかって流れてた無人へ今日も過ぎてずっと顔をずっと見てる家の裏に脇のぶかぶら夜の外の天井一人も不安僕が30、今年6歳で、谷さんが56歳、はい、20年違うとやっぱりそんなに違うもんやな。20年結構違いますよ。そうですよね、うん、多分自分が、音楽をこの聴き始めて演奏し始めた頃って音楽がまだ成熟する前っていうか、なんていうかな、ライブハウスとかも名古屋に2軒ありますとか3軒ありますとかって、そういう世界だったんですよ。そんな時代に、まあ、ドラムの買ってもらってっていうストーリーは、まあ、そもそも発表する場所もないのに憧れだけで買ってもらってるっていう、まあ、だからああいう歌詞になったんですけど、ね、アコースティックギターとかねならまだ、ね、お家でもまあできるかなぐらいの感じですけど、本格的なドラムっていうとね、やっぱできる環境もなかなか、そんな大きな音も出せないしとか、どうやってガンガン出しました。どうやってやってたか教えましょうか。公園で練習しました。おお、運んですごい。中学の時にバンドが3つぐらいあって、パンクバンド、メタルバンド、あと YMO、うん、テクノバンド、はい、あとフォークやってる子たちもいて、3つか4つぐらいあって、でドラムセットを買った、俺じゃないんですけど、人が1人いて、で、ギターアンプはそんな高くなかったんでみんな持ってるんですけど、はい、練習用のちっちゃいやつを、うん、でそれを公園に持って行って自転車とかで運んで、一番近所の同級生の家から長い電動の、なんていうの、太鼓リールというかみたいな、はいはいはい、あれで引っ張ってきて、で音を鳴らして、でボーカルなんてアンプがないから、はい、ギターアンプにボーカルのマイク直接突っ込んで、だからディストーションがかかってるんですよ、歪んでやってるっていうか、はいはいはい、でやってました。すごい、もうなんかそれヒップホップでいうとブロックパーティーですね。本当にそうです、本当にそうです。すごいしないですね。寒いからギターの人とかも弾けないじゃないですか、はい、指かじかんじゃって、焚き火して焚き火に当たってすげえな。でバンドが2つか3つあるから対抗対って共同で扱って、こう共同で練習する、はい、合同練習会みたいなもので、そうそうそう、対抗対で掛け持ちのやつもいるね。掛け持ちのやつ、そのまま掛け持ちであったりとか。すごいですね、日本とは思えないですね。あのそれで許されたっていうのもすごいですね。公園のど真ん中にクソッともう丸ごとドラムセット持ってって、日曜日とかに日曜日の昼ですよね、日曜日の昼とか、それで怒られなかったのはすごいですけど、いやすごいですね。もうなんか僕らから想像つかない感じですね。それはでもそういう時代でした、っていうか俺たちだけだったかもしれないけど。そうですね、あんまり、あの 地元でもないけど、そんなエピソード初めて聞きましたね、いろんな体験談でも。ジェイボさん、じゃあスタートした時点で、はい、ヒップホップの例えば練習とかはどこでやってたんですか。練習、まあ本当に初めの方なんて、練習っていうと、もう家の部屋の中で、まあ、別にそんなに機材とかが必要なわけでもないから、まあ部屋の中で一人で歌ってみたりとか、歌詞書いたりとか、うん、であとはまあ、あの車乗りながら、まあ、その時にはもう18歳とかで免許取ったりで、仕事もし始めたぐらい、車持ってたのでスタジオで練習するとかっていう機会は全然なかったですね。もう本当に身一つ声さえ出せればできるっていう感じだったので、うん、やっぱ改めて身軽だなと思った。まあでもそうですよね、うん、PA が必ずいるわけでもないっていう、そうですね、うん、と思うと、それこそね、カラオケなんかでもできますから。まあそうですよね、うん、あとジェバさんが気に入ったなっていうところは、等身大っていうのもそうなんですけど、はい、地元愛に溢れてるところが。そうですね、はい、エピソードというか、ね、曲の中では結構誰が知っとんねんぐらいのあのローカルな内容とかも結構入れたりしてますね、うん、というのも自分たちもものすごい大須をプッシュしてるわけじゃないですけど、うん、地元にはやっぱこだわりがあるんですよね、うん、生まれ育ったところ、うん、いいとこだよっていう、はい、うん、でまあ大須とその東院町って違うかもしれないですけど、そのいいとこだよっていうのは一緒じゃないですか。そうですね、気持ちは、うんうん、俺はここで生まれて大きくなったよっていう、うん、そういうところが共通点がすごい多いなと。ポップっていうジャンル自体がやっぱり、まあ、その地元をリプレゼント、レップするみたいなのだったりとか、ローカルのこう魅力というか、そういうものをねこう
発信するみたいなのがやっぱ文化的にもともとやっぱあると思いますし、別にそれになぞってっていうだけではないですけど、一番自分の中でトピックにしやすい出来事とか自分の地元とかの話がやっぱり多くなりますよね、うん、それはやっぱりメタルとか地元、まあメタルで地元性ってなかなか出しにくいですよね。まあまあまあ、そうリアリティのあるところを何でしょう、言葉をちょっと変えてメタルチックって言い方が欲しいんですけども、うん、例えばですけどメタリカなんていうバンドは、はい、やっぱりあのなんでしょう、リアリティは歌ってるんですけど、そのリアリティもきちっとメタルの言葉にしてるっていうか、強い言葉にしてるっていうか、なのでちょっとやっぱ違うは違うんですけど、うん、ヒップホップの方がもうちょっとなんだろう、素が出しやすいかもですね。そうですね、やっぱこうその生身の感じというか、あのその人の人柄、人間性みたいなのがこうやっぱ一番出るジャンルなんじゃないかなっていうふうには思うし、それを出せないとやっぱり魅力があんまり出せないのかなみたいなのもあって、身を削る部分ももちろんありますけど、うん、でもその方が面白いと思うし、うん、その歌詞をその人じゃないと歌えないというか、他でカラオケで入ってても上手に歌える人がおる以上に、その人がその人の体験談を歌うことの方が結構重要なような気がして、そうですね、まあまあ本当にリアルなことですかね。ケオス TV デラックス、じゃあジェバさんはもうこのスタイルは貫いていく。まあそうですね、まあ自分の中でこれは軸になる部分やと思うんで、まあその分またでもこれから自分の中で体験したこととか経験したことをもちろん曲にはしていくっていうのもそうですけど、でまたもっと自分の中にない引き出しをもっと広げていきたいっていうのもあります、うん、それこそね、こうやってあのメタルのバンドと一緒に曲をこう、ね、やってみるみたいなのとか、自分の中にはなかった引き出しとかをこうやってまあお声掛けいただいて、それをきっかけに自分の中でまた違うことができるみたいな、まあ、すごいありがたいことですし、自分はラップしかできないので、でもラップ使ってまたもっと違う何かできないかなっていうのはこう思ったりするので、例えばバンドもそうやし、こうやってなんか他のジャンルの音楽の人とかともっと関わってみたいなとかっていうのも思ったりもしますね。今日実際にやっててやっぱ新鮮なんですよ、はい、ね、出来はもっと頑張ってやればもっと上がっていくのかもしれないけど、うん、純粋に音楽の最初のところ楽しいというか、はい、わー楽しいみたいな、うん、そういうところに行けたっていうのは、まあ、何十年も音楽やってるとなかなかそういうことって薄れてくると思うし、うん、はい、でも今日はすごいいい経験で、もうできることならなんか一緒に作品を出したいぐらいの、嬉しいですね、うん、ぜひやりたいと思いましたね、はいはい、もうせっかくのこれご縁なんで、何か世に出せる何か、ね、出せるものをもし、ね、作り上げられるなら最高ですよね。なんかあの後ろパッて振り向いた時にこう丹下さんがすごい笑顔で並ばされたのがなんかパッて目に入って、あーなんか一緒にできてよかったなってすごい思いました。楽しいんですよ子供の時に音楽やって上手いとか下手でも関係ないじゃないですか、子供の時 そ、ね、その本当にスタートした時って、ただ楽しいからとか、ただ憧れの人に近づきたいからとか、うん、そういうもんじゃないですか。で考えれば考えるほど音楽って難しくなっていくっていうか、うん、何でも成長しないんだろうとか、そうですね、うん、何でもっとうまくできないんだろうって思えば思うの、逆につまらない方向に行っちゃったり、うん、頭で考えすぎな音楽になったり、そうなりがちな自分が今日はスタート地点に近いところに行けた、うん、ってことで本当にこういい時間だったなというのはつくづく思います、うん、ありがとうございます、はい、KOS TV デラックス。じゃあもう最後にこれあの番組のコーナー自体が、はい、まあ、丹下さんとあのみんなのハッピーアワー、何がハッピーなのかっていうのを聞きたいなと思って、はい、どこに向かっていくのかっていう、それを、はい、ゴールなのかどうか分かりませんけど、これからどこに向かっていくのかっていうのをちょっとお聞きしたいなと。おこうやって音楽でまた何か新たな可能性が開けたりとか、自分になかったいろんな刺激的なことが今日もこういう体験ができましたし、こういうのどんどん積み重ねていったらジャンルの壁もなくなるし、うん、また新たなものが生まれるような気がするので、それはすごいハッピーなことかな、うん、でそれこそ年も20ぐらい違う2人で今こうやってお話しさせてもらうとかっていうのもなかなかそんなね、あのきっかけも なかったので、もうこの時点でだいぶハッピーなんですけど、乾杯もしてこんな感じで楽しいの音楽を持ってね、あいいですね、うん、やっていけたらハッピーになっていけるかな、うん、俺はね、あの自分が書いた拙い文章、文章とも言えないような箇条書きが立派なストーリーになってる、うん、なってるというかしてくださったことに本当にもうありがとうございましたって思って、いやいや、これをなんか俺の一個の宝物になりますよ、ありがとう、間違いなく。
情景描写も丁寧やし、やっぱ人柄がすごい出てたというか、これこのまま歌えたら一番いいのになってやっぱり思ったぐらい、すごいいい文章を書かれてたので、ラップというアウトプットじゃなくても、その日本語で文章を書く、まあそれが歌の歌詞じゃなくても詩であったりとかコラムみたいなもんであったりして、ね、いいと思うんですけど、すごい向いてはるんじゃないかなってめちゃくちゃ思いました。なんか子供の時の風景と匂いと空気感はなんか忘れないんですよね、うんうん、すごいそれがもうモロに出てましたね。もうそれを膨らましてくれて、今日はまあ一緒にステージでそれがねできてっていうのは、まあ自分にとっての、うん、本当に宝物が一個できましたんで、 ありがとうございます、はい、もう本当に今日はグッとくるものがありました。ソファーの周りの駅とか子供の時に行った川とか見ましたけど、やっぱいろいろ思い出すことがあって、うん、あの名古屋とは違いますけど、あ、こういうとこもすごい素敵だなっていう、うん、まあ本当にね、あの今日こんないい体験できて、ミュージシャンとしても刺激ありましたし、まあ一個人としても、あの自分の書いた拙い文章がこんなに膨らんで何かになったかと思うと、もう感謝しかありませんね。本当にまあぜひね、一個の作品を何か作って、そうですね、ぜひ世に発表して、はい、僕としてもすごいそれはお願いしたいです、はい、もうぜひやりましょう、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。憧れたとなるも何者に何か割りに組んだのを母の目に見て独身払いはせず最初で身につけたライフ一番気にしてた分とのライフ何か君のとこなくちゃなくて後ろから俺の姿をずっと見てる離れにたもっても離れない今日できることならまた聞きたいと俺のことも思い出せなくてもあの景色はきっと忘れないだろう俺の景色は見つけた通り名古屋から今の今の方が上位昔と忘れたのうちと同じ歌の母とは無理があるスコアフォーもう一回
Chaos TV。